アブド・アル・ダフマーン・三世。アブド・アル・ダフマーン・三世は、アトウマイヤ朝の第8代アミールでもあり、初代カリフでもある、第7代アミール・アブド・アラーフの孫。912年に即位したが、当時はムワイ・ラド貴族の反乱が王朝を苦しめており、彼は国をまとめ上げて、これに退治する必要があった。918年に、ボバストロを拠点とした、 反王朝最大勢力の指導者であったイブン・ハフスが死に、アブド・アッラフマーンはその息子たちとも戦い続け928年に、これを平定した。イブン・ハフスの息子たちを倒し南部を平定した、アブド・アッラフマーンは929年1月、カリフを宣言し、アンナーシル・リッティ・ニッラーというカリフ号を取った。これにより、イスラーム世界には、バグダードのアブ・アス・アッサ、 マフディアのファーティマーサ、コルドバのウマイヤ朝と三人のカリフが並立することとなる。カリフ国の誕生を926年とする説もある。南部を完全に平定したカリフは930年に、自ら兵を率いて、トレドに向かった。トレドの包囲がなされ、932年ついにトレドは降伏した。937年には長期間の包囲の末、サラゴサを陥落させた。 939年、シマンカスの戦いで味方による情報漏洩が要因となり、レオン王国イコール、カスティーリャ白国連合軍に敗北した、彼は委託自尊心を傷つけられ、以降自ら兵を率いることをやめた。しかし940年に、レオン王国はアンダルスの三辺境から侵軍され、国力の圧倒的なサニクシシ兵を申し出ている。 地政末期の958年には、レオン王国がアトウマイア朝に対して、忠誠を誓い軍事的援助を行うなど、軍事的優位が確立された。アブドアン・ラフマーンには優秀な諮問官であり、医師であるユダヤ人のハスイ、ブン・シャブルートがおり、彼は、ビザンツ帝国から送られたリオースコリデスのギリシャ語で、書かれた、薬学書を正確に解約した。 この作業はビザンツから派遣された僧ニコラスと共に行われた。実はこの薬学書、すでにバグダードで翻訳されていたが、不正確であったという。946年に彼は新しいミナレットを建造させ、現在も首労の一部として残っている。また傾きかけていた霊拝室の中庭側正面を補強した。王朝内部では主導権をめぐる。 派閥対立が発生し、国外では、キリスト教徒によるレコンキスタ運動が盛んになった上、アフリカ北部の王朝、ファーティマ朝が勢力拡大を目指して進行してくるなど、知性前半から難題が積まれてしまった。しかしアル・ダフマーン三世は弱年であるにもかかわらず、国内を見事に統率するに至り、敵対勢力も全て撃退するなど、優れた手腕を見せた。 そして929年、これらの経緯から君主として自信をつけたアラフマーン三世は宿敵アッバース町やファーティマ町と対抗するためにカリフとして即位し、ここにイスラム世界は東にアッバース朝、西にアトウマイア朝の二大カリフが存立するに至った。その後、レコンキスタを徹底的に弾圧して959年にイベリア半島全土を ほぼ支配下に収め、アフリカ北部にも勢力を拡大した。内政においても農業を奨励して生産を倍増させ、軍備を拡大して軍隊の強化に努めた。さらに文化を保護し、イスラーム文化と欧州の文化を融合させた一大文化を形成した。このため、あとウマイヤ朝の首都コルドバは一大商業都市として大いに発展し、 その人口は30万人以上を数えるに至った。また、コルドバの近郊に、利休都市のザフラー宮殿を着工させて、居城都市、建設は彼の死後に完成した。キリスト教国との外交も行い、レオン国王三朝一世や新聖ローマ皇帝夫一世に、施設を派遣している。961年、73歳で死去し、この墓む二世が継いだ。 ラフマーン三世の時代、あとうまい野鳥はその知性の下で前世紀を迎えた。なお、青年には遺説が多く、一説には891年生まれとも言われている。ありがとうございます。